こんにちは、ペカちゃんです。ソードアートオンラインホローリアリテーション実況、今回もやっていきたいと思います。で、今回なんですけども、イベントリスト、時間があるときに高台にあるカフェに一人で行ってみよう、一人で高台のカフェに行って次の予定を考えようということで、なんかね、いろいろと、まあ、カフェ関係がね、高台のカフェ関係が結構あるので、ちょっととりあえずね、カフェに来ていました。ってことで、カフェって、ここのカフェもそうだし、高台のカフェって言うとこっちもなのかな。いや、でもやっぱ下か。ってことで、ちょっとね、行ってみたいと思います。レッツゴー。はい。おい、リーファ。あ、ピリト君、何か用かな。いや、たまたま見かけたからさ。俺も何をするか考えていたくらいで。うん。てか、相変わらずね、このね、おっぱいがでかすぎる。うん。なあ、せっかくだし、一緒にフィールドの探索でもしてみないか。いいね。あー、ごめん、これから予定が入っているの。どういう予定なの？フィリアさんにクエストを手伝ってほしいってお願いされてて。フィリアさん。フィリアがクエスト？どんな内容だろうな。詳しくは知らないんだけど、戦闘を手伝ってほしいみたい。戦闘を手伝ってほしいなら俺も行かなきゃでしょ。これはあ、フィリアちゃん来たね。あ、フィリアさん。よ、フィリア。あれ、キリト？もしかして一緒にクエストを手伝ってくれるの？まあ、2人よりは3人ってことで行こうぜ、一緒に。いや、たまたまリーファを見かけたから話をしていただけだけど。なんだ、助っ人は大いに越したことないって思ったのに。だよね、じゃあ一緒に行こうぜ。そんなに大変なのか？うん、連続クエストなんだけど、ところどころで戦闘が挟まるみたいなのよね。あ、なるほど。キリト君、もしよかったら一緒にフィリアさんを手伝わない？いいね。そうだな、どんなクエストなのかも気になるし、協力させてもらうよ。協力しようぜ。本当助かるよ、キリガヤ兄弟には感謝だね。なんでここで本名を出してくるんだろう。お役に立てるよう頑張ります。な、うん、仲良し兄弟で行こうぜ。じゃあ早速出発しよう。ところで、フィリアが目をつけたってことは報酬もそれなりに期待できるってことか。トレジャーハンターだからね、トレジャーハンター。うん、お宝の匂いがするんだよね。ああ、まだ詳細は調査中なんだけど、貴族の人を助けるってところからこのクエストは始まるの。あ、貴族ってことはお金持ちだからね。お金持ち、うん、これはアロートオブマネーが手に入るんじゃないか。これは貴族ですか？高価なアイテムや珍しいアクセサリーが報酬として手に入りそうですね。ね、でしょ。その上、連続クエストともなれば期待しちゃうよね。難易度とかもありそうだからね。なるほどな。さてと、最初のクエスト発生場所はこの辺のはずなんだけど。助けてくれ。お、貴族。あ、荷馬車がモンスターに襲われてる。だからさ、そのおっぱいをさ、あの腕で支えるのやめてくれ。うん、俺の股間が反応しちゃうからさ。きっとあれがそうだね。けど結構な数のモンスターがいるみたい。やっぱ2人に助っ人を頼んで正解だったな。うん、2人で行ってたら多分きつかったと思うよ。うん。ああ、それじゃあ攻略開始だ。やった。テイナイス。フィリア、リーファーそっちを頼む。任せて。ケン、それじゃ攻撃が浅いぞ。浅い。これで終わりかな。グッジョブ、リーファー。グッジョブ。なかなかハードな戦闘だったね。おお。本当だな。それでクエストの方は？あ、そっか、進めなきゃ。あ、そっか。おお。あの、お怪我はありませんか？はい、助けていただいてありがとうございます。なんか優しい声だね、優しい声。隣町で絵画を購入して町に戻るところだったんです。おかげさまで絵画の方も無事です。多くはありませんが、お礼にこちらをお受け取りください。どちら？あ、
った。1000コル少ねえな。それが報酬ですか？あくまで今のモンスターから助けるっていうイベントの報酬だよ。あ、ただそれだけで1000コルってでかくね。うん、あのプレミアちゃんがさ1コルだったことを考えると1000倍よ、1000倍。だからまあ比較しちゃいけないと思うんだけどさ。連続ってことはこの後どこかでまたこの人絡みのクエストが発生するんだ。なるほどね。じゃあこれで今回は一旦終了だね。一旦な。二人とも手伝ってくれてありがとう。町に戻ったらもらった1000コルで飲み物をおごるよ。いいねいいね。そういえばリーファー、ん、何、なんか戦闘の立ち回りがいつもと少し違ってなかったか。いつもと違っていた。あー、分かっちゃった。え、そうだったの？実はちょっと試していたことがあって。試していたこと。試す？何をだよ。実はね、リアルの方でもうすぐ剣道の試合なの。だから剣道を意識して戦ってたんだ。あ、そうか、リアルでは剣道やってるもんね。なるほどね、うん、結構剣道の実力者なんだよね、うん、え、そんな大事な時期なのにクエストに誘ったりして大丈夫だった？問題ないですよ。ちゃんと部活を終えてからログインしてますし、ゲームはいい息抜きにもなりますから、ね、しかもこっちでも練習っぽいことできる。もういいね、これはね。そっか、ならよかった。息抜きと言いつつ結局はゲームの中でも剣道のことを意識しちゃっているけどな。剣道バカね、剣道バカ。本当だ。あの稲妻イレブンの遠藤守はサッカーバカと言われるように、ね、このリーファー剣道バカと俺は読んでいきたいと思いますけども。けどゲームの中でも剣道の練習ができるんだね。そうだよね。体力トレーニングとかはゲームだと無理ですけど、立ち回りとか相手の動きの対処とかいろいろですね。なるほど。じゃあ私リーファの練習に付き合うよ。お、え、クエストを手伝ってもらっちゃったし、それにリーファのこと応援したいんだ。マジ？応援ですか？応援な。やっぱ試合に勝ってほしいもん。そのために力になれることをしてあげたい。フィリアさん。そうだな、俺も何かできることがあれば力になるよ。ありがとう、二人とも。がぜんやる気が出てきたよ。いい応援だね、これはね。頑張ろうね、リーファ。目指せ日本一。日本一。いや、試合って言っても他校との交流試合であって、全国大会ではないんですけど。え、じゃあ勝利目指して頑張ろう。え、勝利を目指してな。はい。なんか急に青春漫画みたいになったな。ね、いい感じだね。これも青春。けどフィリアに応援されてきっとリーファも嬉しいはずだ。俺も二人に協力できることがあればやっていこう。やっていこう。